まあ、診療室のメンバーいっぱいいる、まあ、ドクターもいっぱいいる中でこれだけは負けないとか、まあ、自信があるとかっていったことなんかありますか？そうですね、負けないっていうとちょっとあれですけど、自分の中で自信があるのは一応外科処置は多少できるかなとは思っています、うん、あとは一応お話聞くのは得意ですけども、はいはい、っていうところですけども、ちょっと時間がね、長くなっちゃうところがあってっていうところが、まあ難点欠点かなと思いますけど、そこだけは自分の中で長所かなと思っています。診療は、まあ、朝9時から7時で、まあ、1日ちょっと長いんですけど、それを終わられて、まあ、その後ご自宅に帰られてかかもしれないですけど、まあ、1日の楽しみ、まあ、さっき外に飲みに行くとあるかもしれないですけど、なんか他にも何かありますか？あとはネットサーフィンですかね。ネットサーフィンをしていつもこんな感じで続きます。いつもそれは嘘ですよね。いつも乗っちゃってます。いつも乗っちゃってます。了解です。はい、最後に患者さんに、一言何かありました？ご自分のセールスとか何かありますか？はい、僕は2年前に風呂歯科に来まして、はい、やっぱり設備が非常に充実した医院だと思いますし、人柄温厚な方、温厚な先生にはじめ、温厚な先生はじめスタッフもいますので、ぜひ一度来ていただければと思います。ありがとうございます。本当今日すみません、長く。あ、いやいやいや、ありがとうございます。あんまりこうスタッフと長々と、まあ、みんなでそういうことなかなかないんですけど、じゃあ本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、この方もよろしくお願いします。お願いします。今日は Yeah!